ヤクルト、青木宣親が13日、都内の球団事務所で引退会見を行った。グレーのスーツに茶色のネクタイを締めて登場。決断の理由を問われると、一番は自分の思ったようなパフォーマンスがファンに見せられなくなった、と語った。写真、山田哲人と村上宗隆から花束を受け取った青木。21年間、身近な存在が原動力となった。 家族の支えは大きかった。妻には早い段階で伝えました。娘、息子は本当に最近伝えました。子供たちは、泣いてましたね。プレーをいつまでも見ていたかったと思う。子供に伝えるのが一番辛かった、と言葉を紡いだ。若手の台頭もあり、今季は61試合の出場で打率1割9分2厘、0本塁打、9打点の成績にとどまっていた。 宮崎で自主トレを共にする村上は三冠王を取るまでに上り詰め長岡は不動の遊撃手に成長し丸山は自己最多90試合に出場するまでになった今後のチームを担う後輩たちが頼もしく育ってきたことも自身が後進に道を譲る後押しとなった壮大から2004年ドラフト4位で入団510年と2度のシーズン200安打はプロ野球記録 首位打者を3度獲得し、5年は新人王に輝いた。11年オフにポスティング制度でブルワーズと2年契約。WBC には3度出場し2度の世界一に貢献した。17年にアストロズで日米通算2000安打を達成するなど、花々しい成績を残した。たゆまぬ努力で、日米通算では歴代5位。 現役最多2723安打を積み上げたミスタースワローズは幸せな野球人生でした。ファンから愛された背番号23が21年間を過ごしたプロ野球生活に別れを告げた。青木宣か青木一親、1982年1月5日、宮崎県出身。42歳、日向から総大を経て3年ドラフト4巡目でヤクルト入団。5 10年と2度の200ア安打はプロ野球記録。11年オフ、ポスティングシステムでブルワーズに移籍。メジャー7球団を経て、18年ヤクルト復帰。メジャー通算759試合、2割8部5輪、774ア安打、33本塁打、219打点、98盗塁。NPB 通算1713試合、打率3割1部3輪。 1949安打、145本塁打、667打点、177投塁。